こんにちは、渡辺龍介です。デビューアルバムブルーソウル発売中なのでぜひチェックしてみてください。今回はジャズスタンダードのフライミートザムーンのコード進行を使ってジャズのアドリブの練習方法について解説していきたいと思います。この動画を最後まで見ていただくと3つのことができるようになります。まず1つ目がフライミートザムーンのアドリブができるようになる。で、2つ目が他のスタンダードナンバーの練習方法がわかる。で、3つ目に2-5 のフレーズなどフレーズを覚えることができる。この3つができるようになりますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは早速やっていきましょう。ここではアドリブの練習を大きく2つに分けてます。まず1つ目がコードトーンを使ったアドリブで、2つ目がフレーズを使ったアドリブです。で、まずコードトーンからやっていきましょう。コードトーンをすでに弾ける方はフレーズのところまで飛ばしていただいても構いません。まずコード進行はこんな感じです。結構コードが多いように感じますけど、結構共通しているところもあるので数としてはそんなに多くないです。まず一つ一つ見ていきましょう。はい、それでは Am7 からやっていきましょう。今回は4弦の7フレットルートから始まるポジションでやっていきます。それぞれルート、マイナーサード、5度、セブンスとなります。コードトーンを覚える時のポイントなんですけど、こういう感じでまず1オクターブ内で覚えることをお勧めします。で、ギタリストだとよくやりがちなのが、こんな感じで形でちょっと覚えてしまうっていう傾向が強いです。こうなると、なんとなく音は合ってるんですけど度数を把握してないっていう危険性があります。で、やっぱりジャズのアドリブってこういうふうに度数を確認しないとというか、度数を確認してそこを狙って弾けないとやっぱりジャズのアドリブにはなりませんので、まずはこの1オクターブ内できちんと度数を把握しながら覚えてみてください。はい、続いて Dm いきます。今回はこの3弦ルートでいってみます。それぞれルート、マイナーサード、5度、セブンスですね。はい、続いて G7、 これは4弦ルートから始めます。1度、3度、今回メジャーサードですね。メジャーサード、5度、セブンスです。で、続いて C ですね。 C メジャー7、これは3弦ルートで1度、メジャーサード、5度、メジャー7です。で、このあと2拍ずつメジャー7とセブンスも入るので、このメジャー7を半音下げるとセブンスの音になりますので、これで C7 になります。はい、続いて F メジャー7いってみましょう。ちょっとポジションは飛んでしまうんですけど、さっきの C のメジャー7と同じこの運指の形で弾けるこの3弦ルートでやってみます。それぞれさっきの C メジャー7と一緒ですね。ルート、メジャーサード、5度、メジャー7となります。はい、続いて Bm7 フラット5ですね。ここでのポイントはフラット5が入っているということで、最初に覚えたこの Am7 の形で弾くと、そのまま弾くとこの Bm7 が弾けるんですけど、ルートを B にすると。で、このフラット5なので 1-3-5 度の音をフラットさせる、はい、こういう音使いになります。で、このポジションがちょっと弾きにくいなという方はこのフラット5を
2弦から3弦に移してあげると、まあ、この辺りで弾きやすくなるかなと思います。はい、続いて E7 やっていきましょう。 E7 3弦ルートで始めてみます。これは先ほど出てきた C7 と同じ形ですね。はい、ルートメジャーサード5度セブンスとなります。今出てきたコードでほとんどのコードを制覇しましたので、あと1個だけですね、ディミニッシュが出てきます。この D シャープディミニッシュ、これもこの D シャープルートの3弦ルートのここで覚えてみましょう。ディミニッシュの場合はこの難度というのが基本的にまあないような感じなので、まあ、これはちょっともうポジション的に覚えるしかないっていう感じですけど、まあ、1音半ずつの規則性があるので、まあ、比較的覚えやすいかなと思います。後半に行く前に少しだけお知らせをさせてください。今年中にチャンネル登録者1万人を目指しています。皆さんにとってお役に立てる動画をこれからも出していきますので、ぜひチャンネル登録をして応援していただけると嬉しいです。ここまで見ていただいた皆さんに少しだけお時間をいただいて、下にある登録ボタンを押していただけると幸いです。それではお願いします。チャンネル登録ありがとうございます。それでは後半もお楽しみください。続いてフレーズをやっていきます。ここでは大きく3つに分けて紹介してます。まず1つ目がメジャーの2-5 フレーズで、2つ目がマイナーの2-5 フレーズで、3つ目が短い2-5 フレーズです。でこのフレーズをさっきのコードトーンと合わせて弾くとこんな感じになります。はい、それではそれぞれのフレーズを紹介していきます。まずメジャーの2-5 フレーズ、続いてマイナーの2-5フレーズ、続いて短いマイナーの2-5 フレーズ、今回はフライミートゥーザムーンのアドリブの練習方法を紹介しました。以前同じシリーズで枯葉とブルース、あとサマータイム、この3つも紹介してますので、ぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それから毎週日曜日の夜に生放送をやってます。その場でいただいた質問に答えてますので、ぜひご参加ください。チャンネル登録していただくと、その放送が始まったタイミングで通知も行くようになりますので、ぜひご活用ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。